エクソダス。この番組は Web3 専門メディアの編集長キャリアのある2人がブロックチェーン、暗号資産、NFT、DAO、DeFi などのニュースやトレンドを深掘りする番組です。この番組は DYDX ファンデーションの提供でお届けします。検討者新しい経済の志田祐介です。 DYDX ファンデーションの大木久志です。エクソダスエピソード55始まります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大木さん、いよいよ半減期まで、まあ、1ヶ月を切ってまいりましたが、ビットコインの動き、まあ、この1週間も、ちょっとどういう動きだったかというのをですね、早速、このエクソダスの冒頭から振り返っていこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは暗号資産のマーケット情報です。ビットコイン先週の週始め3月18日月曜日の始め値が1019万65円、3月24日日曜日の終わり値が1015万3582円でした。週頭から 0.35% の、まあ、わずかですが下落となりました。ちなみに米ドルだと月曜日の始め値が68,354ドル、そして日曜日の終わり値が67,204ドルということで、米ドルベース見ると1.68%との下落ということで、円安また結局あれですね、マイナス金利終わりましたけど、その結果また円安進んでるような短期的な状況があるので、まあドルで見た方がやや下落してるかなという1週間でございました。先にイーサの方もお伝えしておくと、イーサは先週の週始め3月18日月曜日の始め値が542,878円、3月24日日曜日の終わり値が522,570円でした。週頭から 3.74% の下落。なお米ドルだと月曜日の始め値が3641ドル、日曜日の終わり値が3454ドルということで 5.13% ぐらいの下落となりました。ビットコインの動きですが、まあ、1週間振り返ってみると、結構値段としては週頭週終わりでそれほどほぼ変わってない金額ではあるものの、結構1回下落して反発するみたいな1週間でございました。まあ先週1週間はですね、まず米国の現物ビットコイン ETF への資金フローが流出、純流出に転じましてですね、月曜から金曜日まで全てアウトフロー、ネットフローがアウトフローになったんですね。で、まあそういった影響も受けまして、20日には一時920万円ぐらいまでビットコイン下落しましたが、その後まあ FOMC の年3回の利下げ予想が維持などを受けて、21日には反発してまた価格戻しました。でもまたその週後半、その後結局ですね、まあ、現物 ETF のですね、ビットコインの資金流出が続いて、また下落するというような形でしたが、週末にかけて、また少し反発して、価格としては、最終的に1000万円台に、まあ、戻ったというような一週間でございまして、結構この900万円台前半から1000数万円台を、まあ、今週もこう、うろちょろしてたような、チャートの動きだったかなと。思います。なんか先物とかやってた人は結構ポジションの取り方によってはちょっと稼ぎやすいような動きだったような気もするもののですね、なかなかこうこれからどうなるんだろうというところだったかなという動きでございましたね。でやっぱり気になるのが ETF への結局 ETF の資金流入と流出で流出が上回ったというところで、この5日間その数値の方が出ていたところがまあ気になったところですが、これがまあ来週にどう持ち越していくのかというところでございます。ちなみに米国の現物ビットコイン ETF のアウトフローをお伝えしておくと、月曜日18日が154ミリオンで、19日火曜日が326ミリオン約ですけれども、で20日が261ミリオン、21日が94ミリオン、22日が51ミリオンという感じでした。前の週は逆にインフローが高いところで 1.04 ビリオンとか出てましたので、この1週間はまあこういった影響を受けて価格も下がってきたのかなというところでございます。続いて毎週お伝えしてます定点のデータの方もご紹介していきます。暗号資産全体の時価総額です。コイン月光の調査で3月25日時点での時価総額は404兆7064億円ということで、こちらはまあほぼ1週間前と変わらない、1週間前が404兆9633億円でしたので、約2000億円ちょい下がってますが、ほぼ横ばいという時価総額でございました。また暗号資産のドミナンスです。ドミナンスも大きな変化はなかったかなというところでございます。3月18日のビットコインのドミナンス 51.79%、 3月24日では 51.7%、 イーサリアムが 16.93 から 16.34、 USDT が 4% から 4.17%、 BNB が 3.4% から 3.36%、 ソラナが 3.36 から 3.14、 その他が 20.52 から 21.29 というような状況でした。少しあるとか増えてるのかなっていうぐらいですね、というようなドミナンスでございました。続いて
暗号資産の恐怖強欲指数、ビットコインの恐怖強欲指数です。これまでですね、約3週間ぐらいエクストリームグリード、極度の強欲が続いてたこの指数ですけれども、先週はやや下がってきたような状況があります。3月18日月曜日が77の極度の強欲、火曜日が79の極度の強欲、そして水曜日は74の強欲、21日が78の極度の強欲、22日が75の極度の強欲、そして23日土曜日が73のまた強欲に戻る、24日日曜日も74の強欲ということで、2月の27日以降ずっとですね、極度の強欲、エクストリームグリードだったんですけれども、やや今週はその下のティアというか強欲のグリードの数値もちらほら出始めたかなという1週間でございました。続いてグラスノードのオンチェーンネタ、ビットコインのインフローです。こちらは取引所にビットコインが送金された量でございます。まあこの1週間もここ数ヶ月で見ても特に目立った動きではなかったかなと思います。18日月曜日のインフローが 55,386BTC、 そして一番インフロー多かったところで19日の火曜日が 95,435BTC ということでした。そして日曜日のインフローが 26,069BTC ということで、まあ9万から2万ぐらいを推移してたかなと。このまあ 1,2 週間とそれほどやや減ってるかなぐらいのインフローの数字でございます。続いて取引所所有のビットコインの残高です。こちらは取引所が持ってる、まあ、ビットコインの総量なんですけど、こちらは引き続き、これももう何ヶ月も言ってますけれども、どんどん下落してってるような状況が続いております。取引所からビットコイン減ってるという状況ですね。18日月曜日が 226万9843BTC でした。そして24日の日曜日では224万8138BTC ということで、またまたここ数年のですね、一番取引所所有量が減ったかなというところでした。はい、ということで、まあこの1週間振り返ると、いろんなマクロ経済の状況とかもあったんですけれども、で株なんかは結構週後半上がったなっていう印象あるんですけど、ビットコインに関しては先ほど言ったように、まあ現物 ETF の動きですね、米国の動きがちょっとこう重しになっていたのかなみたいな、価格としてはなんかこう戻りきらない、ただまあなんかまあ日本円で見ると1000万超えてはいるので、そうですね、あの高値圏で揉み合ってるなというところではあるんですけど、まあちょっとこれ短期的にトレードするにはなんか難しい、来週どんなんのかなと。なんかちょうど以前ゲストに出ていただいたヒロピーさんの今日ツイート見てたんですけど、厳しい局面が来ました、正直ポジション落とすか明日の夕方までキープか悩んでますみたいな、あのご自身の記事を、要は来週上がんのか下がんのかみたいな、まあこの週ですね、今週ですね、悩んでいて、で僕も最近ちょっと先物なんかも触り始めたので、まあ長期的にはなんかそのガチホしてるんですけど、ちょっとまあお小遣い稼ぎでなんかこうショートだったりロングだったりやってると、あーなんか今週どうなんのかなっていうの、僕自身もなんだヒロミさんもやってんのかみたいな、あの状況でした。奥さんどう思います、これビットコイン。そうですね、これはだからもう3月も最終週ですしね、例の。そうっすよね、はい、なんか収録中はね、ちょっとずつ上がってきてるんですけどね、はい、ビットコインが。あ、そうっすね、今確かに、はい、チャートこれ今3月26日の0時12分ぐらい夜中撮ってますけど、僕ら、あ、ちょっと上がりましたね、上がってきてますよね、上がってきてますね、はい、このちょうど本当に1時間ぐらいが上昇してるかな、この1週間の高値超えてますね、まあ、超えてますね、うん、そう、まあ、ただね、おっしゃるように方向感がないというか、うん、結構有名なトレーダーの方たちのツイートとかを見ててもなかなかロング張れないっていうような、うんうん、声も聞きますし、半減期も近づいてきましたけどね。そうなんですよね、うん、なんかだからといって、まあ、ツール上だと半減期でちょっとまた落ちるのかな、うん、みたいな僕記憶印象があるんですよ、前回は。はい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 、ちょっと分かんないですよね、今回もオールタイムハイしちゃってますからね、先にね、半減期前。ただこっからさらにオールタイムハイまで結構時間がかかるのかなっていう気はしますけど。なるほどなるほどなるほど、うん、じわ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 行くのか。でもおちさんも前から言ってましたけど、アーサーヘイズのあれもね、もう3月もうダメですもうダメだな、うん、静かになっちゃいましたね、最近書かないよね、なんかあの時期さ異常にブログ書いてたじゃないですかはい肝心な時に書かないですね。肝心な時に書かないのかな。ソラナのミームコイン買おうとか言ってたのに。ね、投資のカリスマ投資家ですからね、朝平です。最近書いてないですよね、本当に。最近ニュースでは見ないですね。まあ書くとなんかこうメディアが取り上げるじゃないですか。うん、3月8日以降書いてないですね。黙り込みましたね。あれ、黙りですよ、これ。
そうですね。だからなんかちょっと僕が感じてるのはわかんないですけど、結局現物 ETF のこういった、まあこの1週間なんか見るとアウトフロー多かったから下がったのかなみたいな感覚もあって、まあそのグレースケールの GBTC がどのぐらい、それがまたすごい金額になったっていうのもあったんですけど、まあなんかこういうのに左右されていきながらどうなんだろうなっていう、本当分かんなくなってきたなっていう感じでしたね。そうっすよね。まあなんか本当下がるならもっと下がってと思うんですけどね、個人的には。拾えるように。下がっても、はい、下がってもすぐ戻しますよね。戻す。うん。戻すのよ。まあただ1000万戻ってくるのよ、まあ日本円で言うと。はい。そうですよ。でそれこそアルトターン、まあ一部その前話したような AI 銘柄とか、それこそミームとかがちょっと盛り上がってきてるものの、はいはいはい、なんか前回のようなアルトターンじゃないよなみたいな、局地的だなっていう感じもするから、はい、難しいですねっていう。まあそうっすよね。まあ、ちょっとこのあたりはあれですね、来週また一応トレーダーの方のゲストを想定してるので、はい、ヒントをもらいましょう。そうですね。続いて番組スポンサーのご紹介です。この番組は DYDX ファンデーションの提供でお送りしています。 DYDX ファンデーションは世界最大級の分散型取引所 DYDX の DAO のガバナンスをサポートすることがミッションの NPO 非営利団体です。トレーダーはもちろんバリデーターやエンジニアなど DYDX のエコシステムに参加する様々なステークホルダーの活動をサポートしています。 DYDX の最新情報について DYDX ジャパンコミュニティのノートや X 旧 Twitter で情報発信をしております。ぜひ番組概要欄に皆さんリンク貼っておりますので、ノートや X のフォローをお願いいたします。沖さん、何か DYDX さんの活動の中でお知らせございますでしょうか。そうですね、大きなプロダクトのアップデートとかはないんですけど、はい、あのまあ私が最近中華圏でいろいろとアジア担当にコミュニケーションをそう、取ってまして、はいはいはい、ブロックビーツっていう大手メディアですね、はい、あの仮想通貨メディア、中国の、はい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 、そこと AMA やったんですが、やっぱりすごいポテンシャルあるなと感じましたね。ほうほう。え、それプラットフォームとしては何使ったんですか。あ、ツイッターっす。ツイッター X のスペースだ。スペース、ね、スペースやったんだ、はい、おお。はい。同時接続が1100人で、おお、すごいっすね。1200人だ。ほう、はい、なるほど。で英語で話してみたいなことですよね。そうですね、私英語で話して、まあパートナーの中国人の方に中国語に訳してもらってっていう感じですね。すごいな、規模がやっぱり。最近ちょっとツイッタースペース日本語だとちょっと一時よりは落ち着いてきてるじゃないですか。そうですね、やっぱり、まあ、桁が違いますよね。桁が違う気がしますし、はいはい、今まで100人いけばいいかなぐらいに思ってたんですけど、いやすごいですね。で、まあもちろん中華圏なんで中国本土からどんなにアクセスしてるか分かんないですけど、まあそうですね、とはいえ中国語メディアだから、VPN 使って見てたり、アクセスってことも考えると、はいはいはい、その人数いるってすごいですよね、やっぱり。はい。まあ、シンガポール、香港、台湾ありますしね。はいはいはい、そうかそうか。あとタイとかマレーシアとかにもたくさん中国人住んでるっぽいですし、はい。それこそ中国人はどこにでもいるってあれですけど。ね、感じですが、やっぱりポテンシャルはすごい高いなっていうふうに感じますね。ちなみにその中華圏、まあアジア圏での日本以外の、これせっかくの機会なので大きな質問なんですけど、日本以外のそのアジア圏でどうですか ?DYDX さんの印象ってまた国によって違ったりするもんですか。そうですね、まあ3年前のインパクトが強くて、はい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 、はい、3年前エアドロしたり、はい、そうですね、はいはい、それこそ取引量で1日ぐらいコインベース抜いたりした時期があったんですよ。はい、中国政府のトレード禁止とマイナー締め出しの時期にすごい DEX のボリュームがあったんですよ、はい、中国本土で。なるほどね。そこら辺がまあ大体3年前で、その時の記憶がみんなあるっぽいです。なるほど。はい、うん、ただそこからアップデートされてない。おー、なるほどね。そうなんですよね。で、あとは、まあ、やっぱクリーンっていうイメージとかは持っていただいてる気はしますけどね、話をしていて。なるほどね。まあ、なんかちゃんとしたプロジェクトって言ったらあれですけど。はい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 。うん。はい。なるほど。で、これ中国語圏だけじゃないんですけど、はい、なぜかユニスワップが手数料を分配するって話をプロポーザル出したじゃないですか。出しましたね、はい、あの以前。1ヶ月ぐらい前かな。で、まあ取ったのかなとは思うんですけど。うんうん、で、要は手数料をステーキングしてくれた人たちにシェアをするっていう。はい。DYDX はいつやるんだってすげえ聞かれたんですよ。
おお、なるほどね。いや、もうやってるからみたいな。むしろ俺たちの方が先だからっていう感じなんですけど、我々的には。なるほどね、そうっすよね。なんかそこがね、伝わってないっていう。まあなんかこれ愚痴っぽくなってきましたけど。あ、でもなんか広くデックスみたいな捉え方されてるかもしれないですね。あ、いや、けど手数料の分配ということでは、我々が大先輩のはずですね。うん、100% も、ステーカーに分配してるので。そうですよね、現状、はい、うん、そうなんですよね。なるほど。だからそこら辺周知していかないとダメな感じ。そこら辺、そうですね。まあ日本の方は、うん、確か日本ではそういう文脈ないので、ね、ある程度日本ではちゃんと伝わってるのかなっていう気がします、うん、かもしれない。まあこういった発信もしてますからね。そうですよね、ある程度ね。あとメディアも結構この件、はい、あの別に僕らに限らず、うん、報じてたところあると思うので。英語圏と中国語圏がそういう論調なんですよ。へえ。UIDX はいつだみたいな。いや、もうやってるよって、はい、しかも USDC でね、うん、USDC で、はい。まあそれはすいません、はい、それはちょっと、はい、愚痴っぽくなっちゃいました、ね、はい、まあ、そういう啓蒙をしていかないとダメだと。そうですね、そういったまあやっぱりアップデートですね。うん、日本以外のアジアの国でアップデート、うん、UIDX アップデートしていかないといけないっていう。なるほど。もありますね。はい。ありがとうございます。続いてニュースヘッドラインと深掘りのコーナーです。このコーナーではこの1週間にあった主要なニュースをまずヘッドラインでお伝えします。その後気になったものを僕と大木さんの方で深掘りしていければと思います。それではこの1週間にあったニュースはこちらです。現物イーサリアム ETF 承認なれば初年度で約 6.7 兆円流入、スタンダードチャータード銀行が予想。国家当局がイーサリアム財団を調査か、アメリカ SEC は団体関連企業に召喚状送付も。グレースケール現物イーサリアム ETF の申請を修正し再提出。SEC がグレースケール申請のイーサリアム先物 ETF 上場申請の可否判断を再び延期。SEC、ハッシュデックス、アーク、バンエクのイーサリアム現物 ETF 上場申請の可否判断を再び延期。コインベースの最高法務責任者、イーサリアムが証券ではなくコモディティの理由を解く。クラーケン、機関投資家向けのカストディサービス提供開始。ブラックロックがトークン化ファンド、ビルドを立ち上げ、セキュルタイズと提携で。マイクロストラテジーがビットコインを追加購入。合計保有数が供給量の 1% に。バイナンス預かり総資産が100億ドルを突破。バイナンスの前 CEO の CG、教育関連の新プロジェクト、ギグルアカデミーを発表、人材募集開始も。フィギュアテクノロジーズ、デジタル資産プラットフォーム立ち上げで新会社設立、シリーズ A で6000万ドルの調達も。ロビンフッドのロビンフッドウォレットの Android 版がリリース。ワールドコイン、ユーザーによる個人データ保管の実装を計画と報道。ナイジェリア規制当局、暗号資産取引所に国内での法人設立と登録料引き上げを提案。OKX、EU 市場で USDT の取引ペアのサポートを終了。OKX がインドでサービスを終了、規制のハードルを理由に。ビタリック、ステーキングの集中化リスクへの対処のため、2つにステーキングを分けるレインボーステーキングをプレゼン。DYDXDAO で200万 DYDX をリキッドステーキングプロトコルのストライドにステーキングすることの投票が承認。ポリゴン POS でナポリアップグレードが実装。イーサ L2 のポリゴン GKEVM が約10時間停止し回復。原因は新計算の問題。BNB スマートチェーン、ブロブトランザクション実装へ。テレグラムのトン支援のトン財団、約173億円相当のコミュニティ報酬コンテストを開始。イミュータブル Web3 ゲームへの投資を目的とした約150億円規模のファンドを立ち上げ。 OP メインネットのテストネット OP セポリアテストネットでフォルトプルーフが実装完了。アバランチが東南アジアでクーポンプラグラムの POC 開始。アリババアリペイ D ストアと共同で。イーサL2 のスタークネット、トランザクションの並列処理を第二四半期に実装へ。花ネットワークがリステーキングトリニティ発表、法定通貨をワンストップでステーキング可能に。コインゲッコーが人気チェーンランキングを発表、ソラナが1位に。フランス最大の電力企業 DEF 子会社、チリーズのバリデーターに。シェアードシーケンサー大手エスプレッソが2800万ドルの資金調達、アンドリューセン・ホロウィッツ・クリプトが主導でオフチェーンラボラが参加。
年金積立金管理運用独立行政法人がビットコイン含む暗号資産の情報を募集、運用多様化の調査で、ビットフライヤーがエルフトークンに関する適時開示、ザ・ランド・エルフの森における不具合の発生について、NTT デジタルと米国の NowGG がスクランブリーウォレット4ビジネス仮称の年内導入に向け基本合意、三井物産デジタルアセットマネジメントと東京スター銀行が業務提携、東京スター銀行がオルタナを導入しセキュリティートークン取り扱い開始、三井住友ファイナンス&リースがブロックチェーン活用の資産管理システムを開発、セキュリティートークン関連の概念実証実施も、OK コインジャパン、エイプコインとメーカー取り扱いへ。はい、ということで今週もいろいろニュースありましたが、先週に引き続きですけど、まずイーサの現物 ETF の申請については延期判断が出ております。まあ次あるとしたら5月かなというところではありますので、まあこのあたりを今期待はされてますが、どうでしょう。まあスタンダードチャート銀行なんかは承認されれば 6.7 兆円の流入とか言ってますけれども、どうなんでしょうね。個人的には前から言ってますけど、やっぱりイーサ、まあ要は POS 系のものを果たして入れるのかという。ただまあ先物は上場してるんですよね、すでにね、ビットコインと同じように。で、他国でも現物 ETF があるものではあります。カナダとか確かイーサー現物あった気がするんですけど、だからここら辺がどうなるのかなっていうところが、もしかしたら5月半減期終わった後のなんか盛り上がりのポイントになるのかもしれないですけれども、なんか簡単ではなそうな気が個人的にはしてるかなというところで、まあそれ関連のニュースがまずは今週いろいろ目立ったのと、まあ冒頭でも紹介しましたが、ビットコイン ETF に関するアウトフローが増えたというニュースが結構、まあまずはニュースとしては取り扱いが多かったのかなというところでございました。そしてまああとちょっと気になったのが、大木さんあれですね、バイナンスの CEO が新プロジェクトを発表しましたね。はい、ギグルアカデミーですよね。ギグルはクスクス笑うとかですかね。あ、なるほどなるほど。子供たちに無料で教育を提供するっていう、すべての子供たちにっていうことで、そうね、すべての子供たち1年生から12年生まで、まあ、基礎教育を無料提供。無料提供。で、しかも、なんかゲームっぽい感じで基礎教育を学んでいくっていうことでね。サイトがもう実は公開されてるんですよね。はい、されてますね。インタラクティブなゲームをプレイすることで、まあ、学べるような。だから、まあ、e ラーニングだと思うんですけれども。で、そこでゲーム要素があるんだと思うんですけど。完全無料ですよ。完全無料。ちょっとこれ自分の子供にも学ばせたいなとは思いますけどね、普通に。そういう意味では確かにそのバイナンスアカデミーって結構良かったじゃないですか。良、うん、かったっす。あれクリプトの内容ではあるんですけど、なんか取引所さん、まあ実は各取引所って結構その教育というかそういうのも力入れていて、はいはいはい、そういうドキュメントは出してるものの、やっぱりバイナンスアカデミーが良かった。まあ今でもそうですけど、一番勉強しやすいですよね。そうですね。網羅的に書かれてて、わかりやすかったと思います。わかりやすかった。で、まあ、今回もちろん、バイナンス全く噛んでないので。まあ、そうですね。違うものですけれども。いや、まあ、CG の次の一手として、まあ、これツイートしたんですよね。このギグルアカデミーやります、みたいな。はい、はいはいはい。そんなに先じゃないよ、みたいな。ことをツイート先週してますね。3月19日にしてるのかな。で、コンセプトペーパーみたいなのが、コンセプトペーパーっていうかサイトが公開されていて、はい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 、あと一応採用もしてますと。採用してますね。はい。だから今あれですよね、そういう意味ではウェイティングリストが公開されていて、そうですよね。まあ、飛んでみたら Google ホームみたいな。あ、Google 意外とこうライトな。お手製。お手製感あるよね。はい。入力しちゃいましたけど。あ、もう登録しました、大木さん。登録しちゃいました。あとチームメンバー募集も出てますね。はい、出ていて。ゲーム開発者とプロダクトマネージャー、コンテンツ制作マネージャーみたいなものも募集してるような感じでございましたが。楽しみですね。楽しみですよね。だからまあ、次の一手としては、あ、こっちなんだと思って、ちょっと、まあ、これが大きな一手かどうかわかんないですけど。そうですね。まあ、イメージは大変よろしくなりますよね。よろしくなりますよね。そうですよね。まあ、そういうあれなのかな。そういうあれもあんのかもしれないですけどね。そうなんですよね。どうなんですかね。まあそうですとは言わないでしょうけど。まあ言わないだろうけど。ただまあその中であれですね、もしかしたらだからクリプトの話とかも入ってくんのかな。まあでもクリプト関係は逆にできないのかな。どうなんですかね。そこらも気になるところではありますが。まあでもそれね、その子供たちに教えるってなれば相当噛み砕かないとね、それこそ分かんないですもんね。難しいですからね。難しいですね。
けど逆に子供の頃からクリプトのことをこう教えるというか大事だと思いますよ。はい、うん、大事ですよね。大事だと思います。そもそもやっぱり日本はそれこそ金融教育がみたいな話があるじゃないですか、はいはい、まあ、クリプトっていうところ以前の話かもしれないですけど、うん、うん、なんか早いうちに触れるのがいいなと思うんで。そうですよね。はい。まあ、ちょっとクリプトやるかどうか全然今公開されてる情報では分かんないんですけど、まあ、CG の次の動きということで。はい。はい、ご紹介しました。で、続いて気になったのが、ちょっと DYDX さんのニュースがありまして、DYDX DAO のニュースかな。そうですね。うん、ストライドに2000万 DYDX は結構なでかい金額ですけど、これをステーキングすると投票が承認されたというニュースでしたが、これはどういった、大木さんにぜひ解説いただきたいなと。はい。ちなみに2000万 DYDX とはですね、だいたい100億円ですね。100億円ぐらいですね。だいたい100億円ぐらいですね。はい、はい。今の価格で。今の価格で。うん、これを、リキッドステーキングプロトコルの、まあ、コスモス系の大手のストライドっていうのがあるんですが、はいはいはい、そこにまあステーキングしますっていう、これを投票で可決したというニュースなんですが、うん、まあ、かなりの高額だと思うんですけど。高額ですよね。なぜかというと、今 V4 でステーキングされてる DYDX って1億 DYDX をちょっと超えるぐらいなんですね。おお、なるほど。はい。で、総供給量は10億 DYDX なんですよ。ほうほうほう。なんで、10分の1ちょっとがまあ今ステーキングされたと。なるほど。はい、ただご存知ベスティング中のやつとかあの V3 に残ってるやつとかがあるんで、イーサー DYDX があるもんね、うんうんうん、そうです。で V4 にあってステーキングされてない DYDX トークンっていうのが4億5000万 DYDX なんですよ。なるほど。はい、うんうんうん、まあ、そんな感じで最近 DYDX のステーキングのペースがすごい鈍ってきていると。なるほど。それ何が問題かっていうと、やっぱエコノミックセキュリティにちょっと不安が出てきちゃうっていう。やっぱそのステーキングするっていうことは、ネットワークの安全性に貢献するっていうことなんで。そうですね。要は大量に DYDX トークンを買い占めて、ネットワークに攻撃を仕掛けるっていうことができにくくなるより。うん、うん、うん、うん。うん。っていうことなんですよ。なので、ストライドを通してステーキングしちゃおうと。で、はいはい、要はその2000万 DYDX 分。え、これはだから DYDX DAO が持ってる。そうです、そうです。トレジャリーで持ってる。トレジャリーの分をってことですよね。ユーザーじゃなくてね。なるほど、なるほど。トレジャリーです。トレジャリーは7億ドルぐらいあるはずなんで。はい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 。ほぼ1000億円ぐらいですかね。あると思うので。うん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 。はい。なるほど。じゃあその10分の1ぐらいを入れようっていう話になってるってことか。ざっくり言うと、トレジャリーの。1000億円で、今回100億円ぐらいって、円で言うと、うん。そうですね。そうだと思いますね。うん、はい、で、まあ、そのエコノミックセキュリティを高めるっていうのが一つと、はいはい、あと、DYDX プラス、まあ、他のコスモス系のプロジェクトも、まあ、そうなんですけど、やっぱその、バリデータの中央集権化問題っていうのがやっぱあって、上位トップ3のバリデータとかに、ステーキング量が集中しちゃうっていう現象がちょっと起きちゃって。はい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 。で、例えば 33% 以上あると、あの、拒否権とか発動できるんですけど、うん、コスモスって。その 33% に、例えば DYDX だったらトップ3で普通に到達しちゃうので。よくないですよね、あんまりね。そうですね。まあ、そういった観点から、まあ、あの、バリデータへのステーク量っていうのは分散させたいっていうのがあるんですよ。うんうん、はい。で、このストライドっていうのがいいのは、まあ、デリゲーションのプログラムがあって、はい、ストライドにステーキングした、された DYDX を、まあ、彼らが、まあ、いろいろコミッティとか、まあ、いろいろな推薦とかを受けて、下位のバリデーターに再分配するみたいな。はい、はい。前ちょっと言ってましたよね。そう。ステーキングするっていうのがあるんですよ。うんうん、なんで、この2000万 DYDX っていうのは、まあ、すなわち、下位のバリデーターに再分配されるよっていう。なるほど、なるほど。だからちょっとこう、馴染ましていくじゃないけど。そうです、そうです。うん、はい。上ばっかり強くならないようにするところに使われると。ならない。そうです。全部で60今いるんで、なんか、そう、ここまで聞いてると、なんかいいじゃんって思うし、うん、じゃないですか。だし、まあ、実際ね、可決したんで、あの、フォーラム的にも多くの賛成の意見もあったんですが、まあ、実はすごい批判的な声もあって、なるほど。ここも私は一応 DYDX、まあ、なんだ、ファウンデーションって別にどっちかに肩入れするってことはないんですけど、うん、まあ、一応批判的な声としては、実はコスモスにあるリキッドステーキングプロトコルって、ストライドだけじゃないんですよ。おぉ、なるほど。他に2つあって、例えば、他にも P ステークとかあるんですよ。ほうほう。で、エコノミックセキュリティを高めるっていうのはいいアイデアだと。うん、けど、ストライドオンリーにしちゃうと、今度はストライドの DYDX におけるプレゼンスが高まりすぎるから、うん、それはそれでそっちの方が中央集権的でしょみたいな話があって。なるほど。まあ、だったら、まあ、もう一つ、もう二つ、リキッドステーキングプロトコルがあるので、そこにもステーキングしましょうっていう。はい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 、はい。みたいな話がまず一つ。うん。で、
まあ、あとそのステーキング量が一気に増えるので、その APR が下がるらしいんですよね。報酬今だいたい 20% 前後なんですけど、ストライドの見積もりだとそれがだいたい 18%、まあ、3% ぐらい下がっちゃうよっていう感じで、うん、それは一ステーカーとしてはなんか望ましいことじゃないじゃないですか。で、あとこれなんかすごい、もうこの時点でかなり複雑だと思うんですけど、コスモス複雑ですよね。はいはい、うん、今度はストライドのチェーンのバリデータをしているバリデータが DYDX のバリデータでもあるケースがあって、なるほど。その場合って絶対そんなの賛成するに決まってんじゃんみたいな。あ、だからそういう人たちは棄権した方がいいとかそういう話があったり、いやけど結局みんなあのイエスに投票したんですけど、うん、とかあって、でそれを名指しして、そのストライドプラスストライド周りの、まあ、バリデータたちっていうんですか、はいはい、をなんかこうカルテルだみたいな、 UIDX カルテルだみたいな、なるほどね、うんうん、いう声もあったりはしますと。で、なんかね、でもうさらにかもっと過激な意見で言うと、その、はい、ノーショナルっていうすげえ有名なコスモスのバリデーターのトップのジェイコブっていうんですけど、うん、すごいもう今めちゃくちゃツイートしてて、週末から DYDX は POS プルーフオブステークじゃなくてプルーフオブオーソリティになってしまったみたいな。あー、なるほどね、うん、もう一部のなんかこう、うん、なんか分かるホワイトリストされた、なんか、まあ、信頼あるバリデーターが管理するチェーンになっちゃったみたいな、そういった声もあって、 なんかね、なかなかこのガバナンス難しいですねっていう、難しいですね、なかなか、いろんな要素が絡み合って、うんうん、みんながやっぱハッピーになる一手っていうのはなんかないんだろうなっていうのもあるし、うん、あちらを立てれればこちらが立たずみたいなですね。はい、まあ、言ってることはそれぞれは分かりますよね。確かにストライドに集中しちゃうと、うん、ストライドがその会にやるって言ってるけど、そこの方針がまたどうなるかは分かんないし、それって極めてストライドの意思決定ですもんね、多分。そうなんですよ。彼らのコース、だからそこは中央集権的ですもんね、めっちゃ。そこだけ見ると。そうです、そうです。はい、彼らがじゃあどこまでその会チームに渡すかの、なんか、案分も決めれちゃうわけじゃないですか、まあ、例えば。まあ、ぶっちゃけ決めれちゃいますよ。そのコミッティとか、まあ、いろいろ基準とかは、うん、公開したりはしてるんですけど、はいはい、まあまあ彼らの裁量でかいですよ、それは。でかいよね。しかもこんだけトークンが集まってくるとね。うん、そうなんですよ。で、あとそのなんかジェイコブはコミュニティトレジャリーからコンセンサスを外注したみたいな、なんかそんな表現をしていて。なるほどね。うん、なんかこれってどうなのみたいな。うん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 。そのやっぱね、コスモスなんでバリデーターが投票権やっぱ持ってるんで、まあステーキングする人はオーバーライドはできるんですが、まあ基本みんなしない人が多いので、普通はもうバリデーターの投票で終わるんですよ、うん、でそのコンセンサス部分、つまりその2000万 DYDX 分は、まあ、ストライドがまあすぐ雑に言うと選べるバリデーターたちじゃないですか。まあそうね、そうね、うん、その投票権の分を全部が、まあ、ストライドに外注したっていう。なるほどね。それはそれでどうなのっていう。はい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 、はい、難しいですねこのあたりはね、はい、確かに。そうなんです。で、もっと本質的な意見としては、そもそもなんでじゃあ DYDX のステーキングが増えないのかを考えた方がいいと、まあ、そこには30日のアンボンディングピル期間があったりとか、なんかいろいろあるんですけど、はいはい、よく言われてるやつだね、はい、うん、とかとか、まあ結構答えがないというか、まあ本当自分、まあバリデーターが事業としてやっててどこと近いかによって、うん、例えばストライドに近いのかとか、まあ、ノーショナルファミリーに近いのかみたいなとか分かんないですけど、いろんな立場で多分いろんな言い方ができちゃう話だと思いますね、はい、これは。はい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 、うん、難しいですね。難しいです。そうなんですよ。なんでなかなかうーんと思いながら。なるほど。まあちょっと話は違う話になるんですけど、そのまあ DYDX チェーンってある意味 DEX チェーンというか、はい、DYDX のためのチェーンなんで、それとはまた全然違う話ですけど、ぶっちゃけ POS の他の有名なチェーンとか見てみ、うん、ても、うん、そのこうバリデータ数はやっぱり限られていたり、うんうん、結局こうまあこれもすごい意見いろいろあるんですけど、なんか誰もがなれるわけじゃないみたいな状況とか、数が制限されてたりとか、はい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 、そういうことも起こってきてるから、うんうんうん、まあなんかどこまでのパブリックを求めるのかとか分散性を求めるのかっていう、まあ、話になってきちゃうんですけど、はい、なんかいろんなところのでなんかこう迷うポイントなのかなっていう気はしますね。そうなんですよ、ね、うん、究極のパブリックチェーンってあるんだろうかみたいなね。うんうんうん、うん、そうなんですよね。そう、まあここら辺もなんか本当にすごい議論呼ぶとこですよね。だからそういう意味で言うと、まあ DYDX チェーンだって60しかいないじゃんっていう話もあるしね。いないし、うん、まあやっぱり上位に今集中はしてるんですよ。確かに。そう、さらにね、うん、
そうです、そうです。それは問題としてあるんですよ。うん、そうですよね。まあ、ただまあ、立ち上がって3ヶ月、4ヶ月だし、時間はかかるでしょとは思ってはいるんですけど。なるほど、なるほど。だから、どっちかといえば、それを改善するためのストライドなんだけどね。そう。そしたらなんか、そしたらそれで、まあ、投票権の外注みたいに言われちゃうんですよ。だから、DAO が入れすぎたっていう問題あんのかもしれない。もう可決されたんだけど、結局、ちょっと難しいです。あ、2000万 DYDX ね。うん、うん、ちょっとでかかったんですかね。まあ、そうね、この金額もね。ある気がしますけど、ね、うん。でかいですね。うん。なかなか難しいところです。確かに。これだってファウンデーションの資金調達額よりでかいですねこれは。なるほどね。そうっすよ。まあ、であとはこれ一時的な解決策でとか言う人もいますけど。まあまあまあそうっすよね。いやこれなんだろう、久々に DYDX フォーラムでヒートアップしてるスレッドですね。もう、はいはいはい、結構真っ二つに分かれてますね意見が。なるほどね。いろんな人が参加してきていろんなこう意見戦わしてますね。なるほど。まあ面白いって言っちゃあれかもしれないですけど、まあ、ちょっと見てみてもいいかもしれないですね。そうですね、うん、はい。で続いては、まあ、イーサリアムの、まあ、ちょっと今の実は大木さんの DYDX チェーンの話とももしかしたらつながるというか似たような課題の話なんですけど、うん、あのイーサリアムをステーキングのまあ集中化のリスクみたいなことは言われてるんですよね、うん、でちょうど21日にですね、先週のイーサ台北でビタリクがイーサリアムにおけるステーキングの集中化リスクの対処する方としてレインボーステーキングっていう内容をプレゼンしたというのがまあ、報じられております。で、まあ、イーサリアムの場合は、ライド。まあ、そのさっきストライドってコスモスでは言いましたけど、そのリキッドステーキングが、やっぱりそ、うん、それが、まあ、もうここ半年一年ぐらい言われてますよね。で、そのライドのステーキング量が、イーサリアムのステーキングに占める割合が現在 30% ぐらいになってると。うん。で、まあ、そういう意味で、要はここが、バリデータの大部分を管理する単一の攻撃点になる可能性が生じるリスク。みたいなことは言われていると、うん。で、ビタリク自身もこれはもう指摘してたんですよね、うん。で、さっき言ったように少数の事業体のコントロールの力が大きくなるよっていうの。そうね。で、それでまあ今回、まあレインボーステーキングっていうのをイーサ台北で話したみたいです。で、ビタリクによると、レインボーステーキングはヘビーステーキングとライトステーキングの2種類に分けるものと。うん、で、これによって、金額の多いステークバックを必要として、ネットワーク運用において重要な役割を果たす、まあ、ヘビーなステーキングと、一方、その、ライトな、ネットワークにおける取引の多様性や分散性を増加されることを特徴するライトなサービスとの間で、ステーキング報酬の配分を最適化することを目指すような取り組みと。うん。うんうんうん、で、まあ、これを実装できれば、まあ、個人のステーカーや小規模事業者の参加を、まあ、促して、より公平で多様なトランザクションとインタラクションが確保される見込みだと、いうことで、まあ、結局、ビタリクはステーキングについては、まあ、こういった、まあ、いわゆる長期的でサステナブルなデザインが必要だよねっていう、うん、ことを言ってるということでした。なるほどですね。はい。だからまあちょっとまだこの具体的にはそんな何か提案を出してるとかそういう話じゃないんですけど、やっぱりイーサでもそのさっき言ってたような、いわゆるバリデータ集中化、ステーキング集中化しちゃったら、結局それって分散視点の問題みたいな、問題がまあ起こってるということで、ちょっとまあ合わせてご紹介しました。で、あと、ちょっと気になったニュースがありまして、ご紹介しますね。この今収録3月25日を超えて26日のまあ、もう1時ぐらいになってきましたね、収録してたら。そんな時間にやってるんですけど、そのまあ収録日で言うと今日というか、公表されたもので、ビットフライヤー、がですね、エルフトークンに関する適時開示ということで、ザ・ランド・エルフの森における不具合の発生についてという文書を25日に出しております。で、内容としては、ビットフライ IO で販売を行ったエルフトークンに関して、日本暗号資産取引業協会の新規暗号資産の販売に関する規則及び新規暗号資産の販売に関する規則に関するガイドラインに基づいてお知らせしますということで書面が出ております。で、この
この内容によるとハッシュパレットが2月26日よりサービスを開始したメタバース型のファーミングブロックチェーンゲームのエルフの森について同日よりだからその2月26日のローンチよりゲームにログインできないとかゲームで使用できる NFT とゲームとの接続が解除されるなどの不具合が発生したとハッシュパレットより報告がありましたと。でなお本日時点この3月25日時点ではザランドエルフの森に関する重大な不具合は回収されているとハッシュパレットより報告を受けておりますと。で本件に関する対象事業の業績への具体的な影響についてはハッシュパレットに確認の上で分かり次第速やかにお知らせしますと。で本件に関するハッシュパレットからのお知らせは以下をご覧くださいということでハッシュパレットがもう同じように発表してるんですよね今日、うんうん、3月25日に不具合が発生してましたと。ただまあこれを読むとこの不具合はサーバーへの同時接続が想定以上であったことでサーバーが負荷分散が正常に機能しなかったことと NFT の認証機能が正常に機能しなかったことが起因して起きましたと。で今日の時点では回収済みですと。で対象事業への業績への影響については現在精査中ですと。で今後まあ公表すべき事項が生じた場合には速やかにお知らせしますという両者の文章が出ていますというような状況でございます。でまあこれ多分皆さんもエルフの森を見てたらわかると思うんですけど、まあ、結構ローンチの時不具合あって使えないとかずっとなんかやツイート公式ツイートもツイートしてるなっていう印象があったと思いますが、はい、まあそれらの一連のことを指してるのだとは思うかなという状況ではありますが、うん、なんかごたごたしてる感がありますよね。だから多分これがその協会のルールによって多分こういうのは出さないとダメなんだと思うんですけど IO をやったことによってああなるほどねというふうに冒頭から読み取れますね。その要は普通に今ブロックチェーンゲームを出した事業者でバグがあった場合とか、うん、もちろん告知するべきですけど、うん、なんかそれの義務みたいなのがなんていうんですかねそれはもう委ねられてるじゃないですかある意味、はい、その会社側にでもそうです、ね、規則に関してということで発表したということで、うんうんうん、まあ今改善されてますよというところであるんですけどなんか結構まあこれはまあ不具合ない方がいいよねっていうもちろん話ではあるんですけど結構ちょっと気になるのが、うんうん、そのエルフトークンってどうなったんだろうっていうことなんですよね。そうですよね。結局その配布に関して1日遅らせてアロケーション等そこら辺のロックアップを入れたことでまあ1日遅れで発表したというようなありましたが実際そのエルフトークンを今売買できる場所はないと、うんうんうん、いう状況があったりします。そういうことですよね。そう、うん、で一応過去にエルフトークンのドキュメントが出していたそのビットフライヤーでの取り扱い開始日なんですけど、うん、なんか調べてみると2024年の2月22日から2024年の3月31日の期間中に決定というふうに、うん、取り扱い開始日時について書かれてるんですよね。で、これちょっと日本語どう読むのか難しいなと思ってて、まあ普通にさらって読むと2月22から3月31日の間に取り扱い開始すんのかなと思えるんですけど、期間中に決定ってなってるんで、はいはいはい。31日にじゃあ5月からですとかそういうようにも読み取れるんですよね。こっちっぽい気がしてきたな、なんとなく。なんとなくね、うん、なんかさらっと読むとただこの期間がめちゃくちゃ長いから、まあ、1ヶ月弱あるわけじゃないですか2月22から3月、はい、だからなんかこの間に上がるんだろうなと僕もなんか頭の中では錯覚してたんですけどそっちっぽい可能性もあるじゃないですか。ありますね。まあしかもね30、31は同日なんで、はい、そうですね。だからあるとしたら今週ってこと今週水木金27日は29ですよね、ですね。この放送から言うとね。ただもちろんこれ今収録を25日の月曜の深夜にやってますから、うんうんうん、こんなこと言ってて明日26日にあの取り扱い開始するかもしれないんですけど、しないですね確かに。そうないもののただなんか結構国内 IO についてはあもしくはまあ海外のローンチパッド IO でもそうですけど、うん、こんなに開くのかなっていうぐらい今開いてるような1ヶ月は経っちゃってるんですよ、うん、要は、うんうんうん、だからちょっとまあ持ってるユーザーは不安だろうなっていう思いと、そんな中でもゲーム内のキャンペーンとかでトークンはなんか出されたりもするような状況もあるので、まだまあ換金できない状況ですよね。上場してないからどこにも、うん、というような状況で、なんかなんでこんな時間かかるのかなとか思っちゃいましたね。そうですよね、うんうん、確かに時間はね、普通に海外の IO 案件とかと比べて時間かかりますよね、これは。うん、かかってるし、まあ国内でも大体翌日とか翌日ぐらい。うん、あ、そうかそうか。数日以内に今までは、はい、要はその IO 抽選当たってから、
市場に出るまでって、まあ、まだ数件しか例ないですけど、あったので、まあ、このあたりが結局価格にどう影響するのか、なんか、いや、わかんないですよ。それこそ、さっきの話だと、アーサー・ヘイズ論はなくなったかもしれないんですけど、はいはい。仮にこの3月にアーサー・ヘイズ論みたいなことが起こって、その大暴落してたら市場全体が、うん。厳しいじゃないですか。そこで上場って。まあ、そうですね。だから、そういう意味ではもしかしたらその2月に変えたユーザーも、今なのみたいな思うこともあるかとか思うと。それはその通りだ。うん。なんか、ちょっとそれも気持ち悪いなって感じがする。そうですね。で、まあそんな中、やっぱりこういう、まあだからちょっと不具合の話とは別なんですけれども、あんまり引っ張ると良くないから、なんで引っ張ってんだろうなって気がしますけどね、あとね。まあ本当そうですよね。なんかね。はい。なので、ちょっとこれ、はい、ごめんなさい、収録時点ではまだそういう状況ではあるので、はい、多分この放送後、前後になんか明らかになってるかも、大地さん言う通り31日が週末なので、うん、今週でなんかなってるかもしれないですが、一応ちょっと気になったので取り上げてみました。はい、ということで、このようにですね、ビットフライヤーのエルフトークの愛用について大木さんといつになるんだろうなと話してたんですけれども、このエクサス、本編でも言ってますが、3月25日の夜ですね、撮ってました。月曜日の夜撮ってたんですけれども、その配信の今日水曜日、27日水曜日の朝ですね、動きがありました。で、やっぱり放送で言ってたんですけど、その間に上場するかもねって話を大木さんとしてたんですけど、それを受けて今日になってですね、動きがあったので、追加で僕一人で、収録しております。で、まあ、いつになるんだろうねという話をしてたところなんですけど、昨日ですね、3月26日ビットフライヤーが昨日の夜だったと思いますが、エルフトークの取り扱い開始予告をしました。そして今日のお昼から取り扱うということで、取引所機能の方で取り扱いが始まり、3月27日今日の11時半より板寄せ方式にて注文打ち付けを開始、その後正午12時に取引が開始するというようなことが昨日ですね、26日告知されておりました。で、まあ、やっと上場すんだなと思ってた矢先ですね、今日の11時58分と板寄せが始まり、実際取引開始する2分前にですね、急遽ですね、エルフトークの取り扱いを取引開始の直前に停止することが発表され、実際停止されたというようなことがありました。で、まあ、その理由なんですけれども、板寄せを開始したものの、まあ、iOS 端末から注文できない事象が発生したとして、エルフトークンの取り扱い開始を延期するということが直前に発表、正式に発表されております。で、ちなみにその板寄せの段階では、ちょっと僕がですね、ちょうど今出張で飛行機乗ってたタイミングだったので、板寄せのタイミングを見れてないんですけれども、うちのスタッフが見ていた、もしくは X 等でいろんな方がつぶやいてるのを見るとですね、やはり変な挙動をしていたようで、いわゆるこの IEO ですね、募集価格は1エルフトークン 12.5 円でしたが、それを大きく下回る3円台での注文がなんか板に並んでたような状況でした。で、まあ、公式発表では iOS 端末から注文できない事象が発生したという理由での停止ということなんですけれども、まあ、急遽停止されてしまって、まあ、現時点、この今収録、同日27日を行っておりますがですね、今のところじゃあ延期いつになるのかというのは発表されてない状況であります。来週のエクサスでも大地さんとちょっと詳しく話そうと思うんですけど、なかなか今回のこのケースは、まあ、この IO に関してはそもそもですね、いろんなスケジュールの延期があったりとか、したこともありましたし、まあ、この放送でもさっきお伝えしたような IO と直接関係ないもののゲーム自体のいろんな問題なんかも起こってたりしたところもある中で、まあ、やっと上場というタイミングで結局まあ直前で停止する延期するというような状況が非常にこれは大きな問題じゃないかなと個人的には思っております。まあ、そもそも過去のスケジュールの遅れについても大きな問題だと思いますし、さらにこの上場タイミングですね、まあ、昨日告知されてるんですよね。まあ、要は直前の告知での上場、そしていずれにしてもシステム的な問題なのか、まあどうなのか、公式発表では iOS 端末から注文できない事象が発生したということですが、本当にそれだけの理由なのかななどともですね、いろいろまあ考えてしまうような状況だと思ってまして、そこで緊急で停止するというようなことが起こってですね、非常にまあこれ投資家の方にとっても結構厳しい状況かなというような想像もできますし、ひいて言えば日本の IO をこんな状況でいいのかなと思ってしまうですね、これが
一般的な金融商品という言い方はあんまりしたくないですけど、そういうことで同じようなことが起こると結構大問題かなと思うようなことなので、でではですね、仮想通貨暗号資産でこれが起こっていいのかというとそうでもない話かなとも思います。非常になんかそうですね、なんか心配な状況だなと思っております。というところで本日動きがありましたので補足しましたが、まあ、その後また新しい情報が出てくると思います。詳しくはですね、また来週のエクサス等でもですね、動きがありましたら大木さんと話してみたいと思っております。はい、今週もお聞きいただきましてありがとうございました。このエクサダスでは毎週水曜日に今回のようなマーケット情報とニュースを深掘りする通常エピソードを配信しております。そしてエクストラ回もちょっと今週は配信できなかったんですけど、また来週月曜日配信する予定でございますので、ぜひともまだこの番組フォローしてない方いらっしゃればですね、 Apple、Spotify、Voice など様々なスタンドで配信しておりますので、フォローの方いただければ嬉しいです。またこの番組では皆さんの感想やリクエストを X、旧 Twitter で受け付けております。X でハッシュタグでエクサダス使用、エクサダスカタカナ使用ひらがなです。このハッシュタグをつけて、ぜひとも感想をポストしていただければと思います。もしくは僕と大木さんに DM の方をいただいても構いません。皆さんのコメントやリクエストお待ちしております。それではこの番組は DYDX ファウンデーションの提供でお届けしました。またエクサダスでお会いしましょう。さよなら。さよなら。この番組は一般的な情報提供のみを目的として配信しているものであり、いかなる暗号資産、有価証券等の取得を勧誘するものではありません。また、出演者による投資助言を目的としたものではありません。暗号資産投資にはリスクが伴います。投資を行う際はリスクを了承の上、ご自身の判断で行っていただくようお願い申し上げます。